そして試合は最終クォーター第4クォーターに入ります。クラブベアーズ自陣30ヤードからセカンドダウン5で試合再開となります。さあ中央へのランプレーで突破を図りましたが、このランプレー小へのディフェンス陣集まりましてゲイン1ヤードとなっています。ダウン1つ進みまして、クラブベアーズサードダウンの攻撃と変わります。クラブベアーズ自陣31ヤードからサードダウン4。インターセプト、ターンオーバー。ここでベアーズはパス攻撃に出ましたが、そのパスを取りましたのは翔英ブレザーズ13番のインターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、見事インターセプトしましたのは翔英ブレザーズ13番の瀬尾、同志社大学出身。瀬尾のインターセプトにより翔英相手陣49ヤードからの攻撃となります。翔英ファーストダウン10。まずランプレーから入ります。キャリア26番、ハンドオフを受けて左オフタックルを突き約9ヤードのゲイン。ラニー枠26番は金子、近畿大学出身。失礼しました、攻撃権更新となっています。翔英ブレザーズファースター、攻撃権を更新としました。1回目の攻撃に戻ります。翔英相手陣39ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック2番、ワイドレシーバー17番にパスを通しまして約7ヤードのゲインとしています。ここでホイッスルです。イエローフラッグ反則が発生しています。イリガルフォーメーション、翔英ブレザーズ5ヤードのペナルティー、オフェンスの反則です。イリガルフォーメーション、定められたルールに沿っていないフォーメーションでプレーをしました。オフェンスには様々な制約があります。この制約を守れず5ヤード抜退となりました。先ほどのプレーは無効となりまして5ヤード交代としてファーストダウンやり直しです。翔英ファーストダウン15、ボールオン相手陣44ヤード。不成功。ここで密集点へのパスをクォーターバック2番投じましたが、これはディフェンスの守り厚く、パス不成功となっています。ダウン進みましてセカンドダウンに変わります。オフェンスの制限は大きく言いますと最前列、そしてその後ろにあるバックス、このポジショニングの人数が決まっているという点です。最前列は最大7名となりますが、バックスは4名以上になることはありません。この人数が5名以上だった場合はイリーガルフォーメーションとなります。翔英セカンドダウン15。ナイスラン。ランニングバックドロープレーを託されまして中央突破を図りました。
タックル受けながらもしかし約14ヤードのゲインとしています。見事な粘りで距離を稼ぎましたランニングバック。26番は金子、近畿大学出身。翔英相手陣31ヤードの地点に入りましてのサードダウン残り1ヤードの状況に挑みます。ナイスラン、ファーストラン、ランニングバック33番ハンドオフから右オープンに展開、相手ディフェンスを弾き飛ばし攻撃権更新としました。翔英ブレザーズファースター、これにより翔英は相手陣17ヤードの地点に入りました。翔英相手陣17ヤードからファーストダウン点、不成功。クォーターバック2番ショットガンフォーメーションからプレッシャー感じつつ右に流れてパスを投じました。エンドゾーンにいるターゲット12番が12番を対象にしましたがこのパス通らずパス不成功となっています。翔英相手陣17ヤードからセカンドダウンテ、ここでホイッスル。チームタイムアウト。クラブベアーズ。後半1回目。クラブベアーズ、ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。この配信は X3 ウエスト全13チームの協賛企画により、すべてのチームおよびこの画面に映し出されているさまざまな方々のご支援ご協賛を伴いまして実現しております。この配信によりましてこの会場に来られない幼少の方、ご高齢の方、ご病状をお持ちの方、そして海外赴任などでこの会場にお越しになることができない方々にもこの試合をご覧いただくことが可能となりました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。この配信の説明概要欄にその申し込みになりますショッピングカートの URL がございますので、その日にご参謀いただける方々ぜひご協力いただければ幸いに思います。さあタイムアウトを受けまして試合再開となります。翔英相手陣17ヤードからセカンドダウン10、エンドゾーン内へのパスだが果たして判定はどうなるか。インターセプトです。ターンオーバー。プレーの結果はインターセプトでタッチバックです。ここで翔英クォーターバックに一気にタッチダウンを狙うパスをエンドゾーンに投じました。しかしこのパスを競り合いながら取ったのはベアーズの39番、インターセプトにより攻守交代となりました。ターンオーバーです。失礼しました、インターセプトは89番でした。89番、佐藤、大阪体育大学出身のプレイヤーがここでいい仕事を見せまして攻撃権奪取となりました。さあこれにより攻撃権を奪いましたクラブベアーズ、自陣20ヤードからの攻撃となります。クラブベアーズファースター、パス不成功。クォーターバック3番、ここでロングパス、
サイドライン際走っておりましたワイドレシーバー6番へのパスでしたが、6番手に触れながらもキャッチできず、パス成功でセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン10、ボールオン自陣20ヤード、パス成功。今度は内側に入ってきたレシーバーへのパスを通しました。これにより約5ヤードのゲインとなっています。クラブベアーズ自陣25ヤードからサードダウン5、パス不成功。ここで中央縦に上がっておりましたワイドレシーバー85番へのパスでした。85番手に触れながら、しかしこれを確保できず、パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン5をパントフォーメーションとします。さあリターンに入る今日へ、これをベアーズ仕留めます。リターナー6番マフしながらリターンに入ろうとしましたが、これをクラブベアーズ85番が見事に仕留めまして、昭栄陣30ヤード付近での攻守交代となります。タックルしましたのはクラブベアーズ85番の西江でした。エイジ50、勝負へ自陣31ヤードからファーストダウン10、クラブベアーズナイスディフェンス。これでクォーターバック2番のキープレーに出ようとしましたが、これをクラブベアーズ57番が見事に対応し、約3ヤードロスを奪いました。クラブベアーズ57番は白江、立命館大学出身の33歳のルーキーです。昭栄自陣29ヤードからセカンドダウン12、さあ中央へのアンペー、何枠29番、猛ラッシュをかわしてすれ違うようにしてゲインしまして、約10ヤードのゲインとしています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。レフリータイムアウト、怪我人のためのタイムアウトです。先ほどの素晴らしいランを見せましたのはランニングバック29番の柏原でした。近畿大学出身のルーキーです。試合再開となります。昭栄サーダウン2、ボールオン自陣39ヤード、
ナイスラン、ファーストラン、ランニングバック26番、ハンドオフを受け右オープンに展開、ディフェンス殺到する中、スピンムーブを決めて攻撃権更新です。昌栄ブレザーズファースター、昌栄自陣43ヤードからファースターアンテ、昌栄ここで時間をいっぱいに使い、できる限り時間を消費する作戦に出ているようです。そして中央へ並んで、ランニング枠33番、中央突破しまして約6ヤードの原因としています。アメリカンフットボールは中でボールを持った選手が倒れた場合は時計が回り続けます。このプレーとプレーの間の時間の消費の仕方にもその作戦の妙がありますので、ぜひご注目ください。昌栄セカンドダウン4、ボールオンは自陣49ヤード。さあ突破します。さらに行く。ナイスラン、ファースラン。昌栄ここでランニング枠29番、ハンドオフから中央突破。相手ディフェンスをスティッフアームで突き飛ばし、そして大きく前進し攻撃権更新としました。レフェリータイムアウト。昌栄ブレザーズファースター、ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。昌栄相手陣16ヤードからファーストダウン10、試合時間残り2分を切りました。パス不成功。これクォーターバックにはプレーアクションパス、ターゲット83倍のパスでしたが、このパスは通らず、パス不成功となっています。ダウンインジケーターの変更が漏れておりまして申し訳ございませんでした。先ほどのプレーはファーストダウン10の状況のプレーでした。次がセカンドダウン10、2回目の攻撃となります。昌栄ブレザーズ相手陣16ヤードからのセカンドダウン10。ここでホイッスル。審判のアウト。昌栄プレイヤーブレザーズ後半1回目。昌栄ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。昌栄後半1回目のタイムアウトを解けまして試合再開となります。ボールオン相手陣16ヤードから昌栄セカンドダウン10、試合時間は残り1分13秒。
タッチダウン。ここでクォーターバックはエンドゾーン奥にパスを投じました。ワイドレシーバー6番、これを競り合いながらキャッチしまして見事タッチダウンとしました。翔英6点獲得、見事タッチダウンしました。翔英ブレザーズワイドレシーバー6番は大倉、近畿大学出身のプレイヤーです。そのキック、そしてこのトライフォーポイントのキック決まりまして1点追加、翔英ブレザーズ51点、クラブベアーズ0点となりました。試合の体勢は決まった格好になりましたが、しかし試合時間残り1分23秒、この最後の攻撃シリーズをベアーズなんとか得点という形に結びつけてほしいものです。それがなるでしょうか。先ほどから素晴らしいキックオフを見せております翔英ブレザーズ16番の高橋、どのようなキックをするでしょうか。さあこれはリターンに入ります。高2を中央突破を図りまして82番、自陣30ヤード付近の攻撃権を得ました。リターンしましたのはクラブベアーズ82番の寺崎、大阪体育大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズ自陣32ヤードからファーストダウン10、試合時間は残り1分16秒。パスでゴー、ファーストダウン。クォーターバック3番、横に走り込んできたワイドレシーバー89番にパスを通し攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、パスを取りましたワイドレシーバー89番は佐藤、大阪体育大学出身のプレイヤーです。また外へ出ているため時計はここで一旦止まります。ボールを持った選手が外へ出る前パスの失敗の時には時計が止まります。このルールの使い方もアメフトの重要な要素です。パス不成功。クォーターバック3番、今度はターゲット13番へのパスでしたが、このパスは不成功でした。しかしパス失敗ですので時計は止まりまして試合時間残り1分2秒。クラブベアーズ自陣44ヤードからセカンドダウン10、さあここでロングパスを投じました。ターゲットは82番でしたが、このパスはしかしカバーが厚くパス不成功となっています。ダウン1つ失いサードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン10、ボールオンは自陣44ヤード、試合時間残り53秒。このパスはしかし不成功。クォーターバック3番、右に流れてターゲットを探しましてレシーバー6番に投じましたが、このパスが外へ出ておりました。6番キャッチしましたが中で着地できずパス不成功となっています。フォースダウンとなります。クラブベアーズフォースダウン10、プレー選択としますギャンブル。
10ヤード前進しないと攻守交代になります。パス不成功。4回目のパスもパス不成功となりました。攻撃失敗となりまして攻守交代です。ターンオーバー。攻守変わりまして翔英の攻撃となります。翔英相手陣44ヤードからファーストダウンテン。クォーターバック2番プレイアクションからワイドレシーバー16番にパスを通しまして攻撃権更新です。翔英ファーストダウン。ここでホイッスル。チームタイムアウト。翔英ブレイザーズ後半2回目。ここで翔英が後半2回目のタイムアウトを取ります。翔英この残り25秒で得点を狙いに行く模様です。先ほどのパスを取りましたのは翔英ブレザーズ16番の高橋でした。摂南大学出身。さあ試合再開です。翔英ファーストダウンテン。ボールオン相手陣23ヤード。試合時間残り25秒。不成功。クォーターバック2番プレッシャーかわして右ロールアウトからワイドレシーバー8番へのパス。エンドゾーンにいました8番。しかしこれをキャッチできずパス不成功になっています。ダウン進んでセカンドダウンに変わります。翔英相手陣23ヤードからセカンドダウンテン。試合時間残り16秒。パス成功。タッチダウン。クォーターバックにはプレッシャーを浴びながらそのプレッシャーをかわしてパス。エンドゾーンにいたワイドレシーバー14番これを見事にキャッチしました。タッチダウン。翔英6点獲得。タッチダウンを決めました。ワイドレシーバー14番見事な対応によるタッチダウンでした。そしてトライ4ポイントのキックも決まりまして翔英ブレザーズ58点、クラブウェアーズ0点となりました。その得点を挙げました翔英ブレザーズのキックオフで試合再開となります。
いキック、低いキックを蹴ります。さあですがこれはベアーズリターンをしません。時間の消費を避けたかのように見えますが、しかしここで時計が0秒になっている模様です。審判の判断を待ちましょう。試合終了です。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、ショーエーブレザーズ58点、クラブベアーズ0点で、ショーエーブレザーズの勝利となりました。クラブベアーズさまざまな工夫を凝らしておりましたが、しかし残念ながらこの試合その成果を見せることができず敗戦となりました。しかし最後まで闘志を失わない見事な戦いぶりでした。記録担当の皆さんにお知らせします。第3試合の試合開始予定は、16時10分開始予定とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。そして翔英はその実力たがわぬ見事な戦いぶりでこの試合も勝利いたしました。次節のリードイフォート戦、しっかり勝って繰り返していくので応援よろしくお願いします。このまま優勝に向けて邁進していくと思います。素晴らしい戦いぶりでした。余裕それぞれの力を使い果たす形で見事な戦いをしました。その中で翔英が完勝になりましたことは、その力量差を非常に物語っていると思います。かつてはこの立場が全く逆でありました。その歴史的な流れというものをここで私は感じているところでもあります。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは無頓だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かしたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量用にトマンとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれないです。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い、現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み切るに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進む、この物語の続きを楽しみにしつつ、ここで一旦この配信は終わらせていただきます。この後に控えております試合時間変更となりまして、16時10分キックオフ予定となりました第3試合を含めまして、本日はこの、X3 の試合を配信させていただきます。この試合は X3 ウエスト全13チームの共同企画により実現いたしました。皆様のご支援ご厚情大変ありがとうございます。その配信を本日担当させていただきましたのは私、道楽屋リチャーでした。それでは失礼いたします。